はい、えー、皆さんこんばんは えー、今日はおはようございますじゃなくて、こんばんはって言ってますけれども、いつものですね、46日間チャレンジは朝撮っているんですけれども、一、えー、点だけちょっと告知と言いますかあ、お話しさせていただこうかなというふうに思って、えー、撮っております、えー。8月の8日と9日にちょっと合宿をやりますよっていう話をさせていただきましたけれども、あの、まあ、この時期なんでオンラインで行うやつなんですけれども、やっぱりね、行政手続き法じゃだけじゃなくて、事件訴訟法とか、不服審査法とか、行政法総論のね、全般部分とか、 やっぱりですねいろいろ話を聞いてみたいなんていうふうにお話、えー、結構ツイッター等々でですねあのコメント頂い,いてだったらもう2日間がっちりやろうやと。 おいうことで私もね、8月の8日と9日も2日間がっちり開けたので、朝から晩までですね、やりたいななんていうふうに思っているんですけど、まあね、あの、ズームでやるので、なので、まあ1時間やってちょっと休憩をして、また1時間やってっていう感じでね、休憩を適宜挟んだりとか、まあその間に質問対応とかさせていただいたりとかしながら、もう2日間で行政法極めようよと。 おそんなのをやろうということで、レックさんの方で、えー、企画をしていただきまして、えーまあ、今回ですね、あのページちょっと今アップできたということなのでお知らせをさせていただこうかなというふうに思います。えー、よかったらですね、えー、この2日間、ちょっとね、ズームで2日間連続でやるっていうのは、私も普段企業研修とかでやったりしているとはいえですね、そんなに長時間やったことないので、 どうなるんだろうなと思いながらなんですけれども、えー、一緒にですね、せっかくですので、こういう企画ね、えー、まあやってみたいなというふうに思います。よかったらですね、あの、お申し込みいただければというふうに思いますので、まあ、ページの URL なんかについては、えー、ちょっと記載しておきますんで、えー、見ていただければなというふうに思います。では、お待ちしております。 はい、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き完全制覇の15日目入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、皆さんね、この今、不利益処分っていうのをやっているわけなんですけれども、営業許可の取り消し処分とかですね。営業許可の取り消し処分をされる相手方って、一体いつ時点で自分が処分されるんだってことを知ると思いますうん。 これ、処分されたタイミングで初めて知るっていうんだと、遅いですよね。遅いっていうのは何かというと、行政事件訴訟法とか学習すると、あの、事前の訴訟で差し止め訴訟とかってありますでしょ。で、差し止め訴訟とか義務付け訴訟というのは、処分が出ていない段階で、処分を出せというのが義務付け訴訟で、処分を出さないでくれっていうのが、あこれが差し止め訴訟なんですよね。どちらも、まだ処分がされてない時に争う争い方なんですよ。うん とりわけ今言ってるこの不利益処分とかを事前に察知していたら出さないでくれとその処分はおかしいよ出さないでくれよっていうふうに争えるじゃないですかですから事前に何かしら把握する方法ないのかなって言った時に実はここで学習する弔問の通知とか弁明の機会の付与通知といったあ事前の意見陳述の機会の手続きを踏むその通知が来た段階でああそうなんだと あ僕、処分される可能性があるんだ。処分されるから、だから意見を聞いてくれる場が、聴聞手続きっていうのがあるんだ、ということを把握できるわけですね。聴聞の通知というのは、そういう意味で非常に重要なんですね。後々どういう争い方をするかっていうのも決まってきますから、この聴聞の通知とか弁明の機会の付与通知がいつされたのかっていうのは非常に重要ということになってまいります。では、第15条の規定を見ていくことにしましょう。 弔問の通知です。弔問の通知があって、その後に弔問手続き踏んで、で、その後に処分という形の流れになっていきますからね。じゃあ、15条の1項。15条の1項は何かというと、弔問の通知事項です。えー、一体何がですね、あの通知されるのか、何の内容が通知されるのかというのが15条1項に掲げられているということになりますが、 1>, 1号から4号まで書いてありますよね。1号から4号までパッと見ましょうか。予定される不利益処分の内容と根拠となる法令の条項。例えば、食品衛生法に基づいて、えー、飲食店の営業許可の取り消し処分をすると。おこんな風に書かれるわけです。第2号です。えー、不利益処分の原因となる事実。 えー、例えば、食中毒患者をですね、えー、もう何人も出したとか、えー、行政指導をしたにもかかわらず、不衛生な状況をずっと継続していたとか、こういうのがですね、不利益処分、営業許可の取り消し処分の原因となる事実ということで、えー、書かれるわけです。えー、第3号、聴聞のキーお及び場所ということで、やっぱり聴聞手続きっていうのはですね、フェイス2フェイスで意見を聞いてくれる、くれる場ですから、一体いつ役所に行けばいいのか、 いいいいいいつどここに行けけばのののかとととうをを把握しないといけませんんよねで、えー、ですので、まあ、期日と場所これを書くんだそして、第4号のところになりますけれども、この弔問の事務をですね、弔問の仕事、この事務をですね、所証する組織の名称、所在地ということで、結局、我々はですね、あの、問い合わせ先知らないと、資料の閲覧請求とかっていうのが、第2項のところでちょっと説明しますけれども、資料の閲覧請求したいとかですね、いろいろあるんですよ。じゃあ、そういうところ、そういう時って、一体どこにですね、問い合わせ 合わせればいいのっていうのがわからないといけませんから、ある意味問い合わせ先ですね、これが第4号で書かれているんだということになってまいります。 でね、この弔問なんですけれども、例えば、今日弔問の通知来て、で、明日ですね、明日弔問の期日,期日ですって言われても、いや、明日予定入ってますよっていうことになりますよね。っていうか、もう普通結構忙しかったりとかすると、一週間後、一週間後とかの予定とかも、もう抑えられちゃってて、なかなかいけないじゃないですか。だから、 弔問のこの通知をする時点で、で、一体いつ期日に設定するかっていうのは、うん、どうなのかなっていうと、一向にはこう書いてありますよね。弔問を行う期日までに相当な期間を置いてっていう、相当な期間また出ました。 こ相当な期間ってどんくらいなのっていうと、だいたい1週間2週間前後です。これ各自治体とかでこの弔問をやるですね、期日なんかの決め方っていうのが、あ各自治体ごとの内部ルールで決まってるんですけど、確かね、北九州が2週間で、で、あと、広島は1週間だったかな、大阪府は3週間とかですね、え各自治体によって取り決め結構違うんですよ。 このような感じで、各自治体ごとにですね、この相当の期間がどのくらいかって違うんですけれども、大体1週間、2週間ぐらいですね、えー、設定されているっていう風に考えればいいかなという風に思います。で、この聴聞手続きなんですけれども、そもそもね、そもそもね、えー、皆さんもこの行政手続き法を学習するまでに、前に、聴聞手続きとか弁明の機会の付与通知って聞いたことあったかっていうとですね、私はなかったですね、この行政手続き法で初めてそれを聞いて、へえ、そういうですね、手続きがあるんだな、なんていうのを わけなんですけども一般の人って知らないで、すよねなのでいきなりですね、弔問をいついつやりますよ、で、場所はここですよって言われてもですね、え、なんですか弔問って何なんですかって、行かなきゃいけないんですかなんていうことになってしまうので、そもそも弔問とは何なのかっていうのを教えてあげる必要があるんです。これが15条の2項の弔問の教示事項ですね、教示事項、弔問通知の教示事項ということになってまいりますけれども、15条の2項にはどんなことが書いてあるかっていうのね、ざっくり見ていきますよ。 弔文の記述に出頭して意見を述べていいんですよ。で、証拠書類とか証拠物があるような場合は、それも提出していいんですよ。 こんなことをまずは教えてくれるわけですね。弔問っていうのは意見を聞く場なんですよってことを教えてくれるわけです。で、あるいは、もしね、出頭したくない、弔問の期日に行きたくないという場合は、それでも構わないと。一旦慎重な手続き不毛ということで、フェイスとフ,フェイスでですね、意見を聞こうという手続きは用意しているけれども、もし、え書面で提出したいということであれば、 陳述書、証拠書類を提出するという形で終わらしても別に構わないんですよ。こんなことが、あ第1号のところで教えてくれる内容として書いてあるということになります。第2号です。 弔問が集結するときまでの間、不利益処分の原因となる事実を証する。資料の閲覧を請求することできますよ。資料の閲覧請求はあなたできるんですよ。このようなことが書いてあります。で資料の閲覧請求ができる期間というのが意外と大事なので覚え,覚えておいてほしいなというふうに思いますが、これは、 反論防御のためにやりたいですし、で、かつ、この弔問手続きの前に知りたいんですよ。私だったら弔問の代理ってね、あの、私もできるわけですけれども、この弔問の代理とかでもし行くのであれば、やっぱりね、事前に知りたいですよ。資料はですね、え取っておきたいですよね。だって、戦うわけですから、弔問手続きでいろいろ言わなければいけないわけですから、事前に資料を把握したいですよね。そう考えると、弔問手続きの前に見れないとしょうがないんですよ。 それを理解しておいてほしいんですね。よくですね、ここは引っ掛けで、弔問手続き開始後からですね、えー、この資料閲覧請求ができるみたいなことが書かれることがあるんですけど、そうじゃないですよね。弔問の通知があった時から、やっぱ聴聞始まる前にですね、知りたいわけです。 ま、ただ、弔問始まった後にもですね、弔問が何期日か用意されてるなんていう場合もあるので、弔問始まった後もですね、資料を閲覧請求したいということも考えられるので、弔問期日が終了するまでの間は資料閲覧請求できますよってなってます。弔問の通知があった時から、弔問手続きが終結する、終了するまでの間は資料閲覧請求ができるんですよ。こんなことを教えてくれるんですね。 大体いいあの、聴聞の通知とか弁明の機械の付与通知、私も見たことありますけれども、お見ると、えー、栄養のね、もう本当と、えー、1枚の紙ペラなんですがあ、表面に15条1項の通知事項がですね、えー、つらつらと書いてあります。で、そして裏面に教示事項がですね、もう本当十15条2項のベタバリなんですけれども、おそれがですね、記載されている、えー、これがですね、えー、聴聞の通知ということになってまいります。 そして、例えばなんですけどね、飲食店とかで、で、じゃあ、あそうですね、食中毒患者を出してしまって、もう避難号合でね、バッシングを食らって、で、もう夜逃げするようにしてですね、もうどっかに行ってしまったあ、そういう店主がいたとするじゃないですか、そういうオーナーがいたとするじゃないですか。その場合、一応営業許可の取り消し処分をですね、役所としてもするんだけど、営業許可の取り消し処分をしようにもですね、その名当て人となる人の所在がわからないような場合があります。 このような場合にですね えー、役所は、もう掲示板に必要事項を貼り出しておいて、一定期間経過したらですね、通知があったものとみなしてしまおうというですね。まあ、半ば、あの、粛々と強引にですね、あの、手続き進めていかないと終わらないので、えー、そういうちょっと強引なね、制度があできているということになります。これを工事送達っていうんですね。工事送達。相手が行方不明で、で、分からないような場合に,場に、掲示板に貼り出しておいて、一定期間貼り出しておいて、で、通知があったものとみなして、で、もう業務を粛々と進めていこう。 これをを達といいいう言い方をしていきますで15条の第3項にはですね、その掲示板に何を貼り出しておくかということが書いてあるんですね。で15条の3項を見ていくと、掲示板に何を書くかというとですね、この15条1項の通知内容を全部書くんじゃなくて、えー、相手方の名前ね、処分の相手方の名前。 個人であれば個人だし、法人であれば法人名ということになりますけれども、これをまず書きますよと。そして、1号から4号まで、15条1号って1号から4号までありましたけど、3号と4号は書くけど、1号と2号は書かないよっていうふうに書いてあります。これ何かというとね、1号2号の内容っていうのは、不利益処分の内容とかその原因の事実とかなので、 これはね、非常にこう、プライバシーに関わる内容として、役所の掲示板に貼り出しておくことはしないんです。ここで言いたいのは何かというと、弔問手続きというのは原則非公開なんです。裁判みたいに傍聴ができないんですね。弔問手続きは非公開なんです。なんでかっていうと、まだ処分は決定してないんですね。処分は決定していない以上ですね、この弔問手続きの内容を公開してしまうと、そうすると、ああ、そこあんな悪いことしたんだ、なんていうのがですね、えー、事前に公開されてしまうことにつながってしまいます。プライバシー にもなりますしプライバシーの内容でもありますしそうやって名誉毀損とかに繋がる可能性もあるので、えー、ですのでこの1号2号のところっていうのは出さないと3号4号のところは逆に書きますよと掲示板に書きますよっていう風うに書いてありますねそして もしですね、その人が、その掲示板を見て現れた場合には、この通知の書面なんかは渡しますよっていう、その旨も書いておかなければいけないというのがですね、えー、この第3項のところに書いてあるということになります。で、第3項、役所の掲示板にどのくらい貼り出したらいいかということで、これも書いてありますね。掲示を始めた日から2週間経過すると、通知があったものと、通知がそのものに到達したものとみなしてしまうと、こういうふうに書いてあります。えー、このような制度を工事送達と という風に呼んでいきますのでここで押さえておいていただければなという風に思っておりますはい、えー、じゃあですね今日はここまでということにしましょう15条について、えー、学習をしたということで今日はあ今日のチャレンジは終了ということにさせていただきます皆さんお疲れ様でした